皆さんこんにちは、できたるまです。今回は47都道府県制覇の旅第7弾ということで沖縄に行きます。はい、では沖縄の石垣空港に到着しまして、早速ですねちょっと撮影とかをバーッと済ませて、かなり暑かったんでまずアイスを食べようと思います。いろんなアイスがあって結構有名なんですけど、この塩黒糖とかミルクとかが人気なんで、塩黒糖味とミルクと2種類のコンビにしました。めっちゃ美味しそうです。めっちゃね塩分と甘みがあっていてすごい美味しかったです。ミルクもコクがあってすごい美味しかったです。はい、ではアイスを食べた後はホテルに向かいます。石垣の街を見ながらブラブラーと散策しながらホテルに向かいます。ホテルはザ・ブレックファーストホテルというところで、リーズナブルなんですけども、すごい立地が良くて使いやすかったです。おすすめで、ちょっとねテクテク歩いていてお昼ご飯に向かいます。はい、カモメ食堂です。カモメ食堂さん、店内がねすごい可愛いんですよ。めっちゃおしゃれで、小物とかもすごいこだわっていて配置されていて、でメニューを見まして、今日の日替わり定食なんですかって聞いたら、照り焼きチキンだったので、もう秒でこれにしました。超美味しそう。いただきます。想像通り超美味しかったです。糖質制限中なんてご飯多分この時で2週間くらい経っていたんですけど、もうあまりにもこのチキンが美味しすぎるんで、もうご飯パクパク食べてしまって、余裕で完食しました。本当にここすごい美味しかったです。でご飯食べた後はちょっと海の方に出て散歩してます。たくさんねお船があったんで、あーかっこいいなーって思いながら見てました。おー見たことないブローチ、連部や、連部見たことない、これ連部って書いてある。なんかピーマン、ピーマンかトマトを潰してる、じゃピーマン、どんな味がするのか想像もつかなかった。これ色違うのはちょっと違うんです。あんまり美味しくないんじゃないかな。美味しいんですか。普通最近まあ、好き好きですけど、ちょっと酸味がちょっと酸味があって、あんまり甘くもないんだけどさっぱりしてて、こんなのはスライスしてサラダに入れると色が出ます。サラダ、はい、リンゴのね味の薄いのだと、であんなに密度が高くもっと、すごいな。じゃあフルーツですよ。でも野菜みたいな、いやフルーツです。あ、フルーツ、うん、このまま種もないから丸々全部食べられるから今時期なんですよ。あ、そうなんですか、うん、冷蔵庫で冷やしてカチッともいいんですか。もうこのまま、あ、重たくてリンゴみたい。あ、なるほどな。リンゴを少しスカスカのリンゴじゃないですか。はい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 、スカスカのリンゴ。ちょっと、うん、あんまり甘くはない。さっぱりした。ああ、すごい。でも高いんですね。びっくりしちゃう。冷蔵庫冷やして食べようか。うん。さっぱりしていいです。ありがとうございます。どうしよう。なんか2日間。いや、パイナップルとかやったら。パイナップル、まあ、ロナイフから食べないやつできる、食べれるか、ちょっと不安やわ。農協のスーパーみたいなとこに来ました。
はい、農協センターを出て商店街をちょっとぶらつきます。でその後夕食に向かいます。夕食は正春です。海鮮料理なのでお造りとかもずくとかでからし菜とか青菜の和え物、お造り三種盛り、もずく酢がねすごい酸っぱかったんですけど、それがまた美味しかったです。でここあ柚子酒をね飲んですごい美味しかったですね。これでここを出たらもうね2軒目ちょっと違うところご飯行こうっていう話になっていたので、ちょっとこのお店では少なめに抑えてます。少しお作りを楽しんだっていう感じです。で、お作り屋さん、海鮮屋さんを出た後はまた商店街をぶらーっと歩いていって、次のお食事どころ、次のお食事どころは藤田節屋さんですね。牛串とか鶏串とか置いてるところです。牛串、豚串が多かったのかな、食べたのは。トウモロコシとかも食べて、ここはね撮影ができなかったんであんまり僕は撮れてないです。でその翌日竹富島に向かいます。もうね前日晴れで10日間の旅行だったんですけれども、ずっと晴れで本当に天候には恵まれました。竹富島ではこのねよく行くパラダイスカフェというところがあるので、ここでフルーツドリンクを飲んで、フローズンドリンク飲んで少し過ごしました。で帰りの便の時間に合わせてまたテクテク歩いていきます。竹富島すごい良かったです。で夕食はピザ屋さんにしました。石垣にねピザ屋さんあんの知らなかったんですけども、トラコルデ、トレコルデ、アペロールというお酒を飲みました。サラダと生ハムサラミの盛り合わせ、スパゲッティにピザ、ねピザ大好きでしょっちゅういろんなとこ行ったらピザ食べるんですけど、ここもねもう見つけた時にビビッときて、あこのピザ屋さんは入らなあかんと思ってすぐ入りました。めっちゃ美味しかったです。チーズもビーンって伸びて生地ももちもちで最高でした。石窯のね釜焼きのすごい本格的なピザで、ぜひ行ってほしいです。顔から分かるようにもうマジでほんまに美味しかったです。最高でした。で食後にコーヒージェラートを食べました。これもすごい美味しかったです。ちょっと大人の味という感じで、今回の旅は一旦パート1ということで終わりです。